どうも、中野とひろい、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルのひろいです。ハイボールって美味しいっすね。本当にね。ああ、辛い。辛いよ、マー君。いやー、どうしてこんなに流れが悪く勢いがないのか。なんか雰囲気いいですね。ファイターズはね。本当に。ね。日本ハム対ロッテ。10月9日土曜日14時から、4対2ロッテの負け。ね。本前投手が、北海道凱旋公園って言っちゃった。凱旋登板でございましたが、4回途中、3失点、降板。初回ね、2失点した後に、同点に追いついてもらって、さあ4回っていうところで、さらに失点を重ねてしまうという、本前投手、結構、要求したところというか、いいところにはね、決まってたイメージがあったんですけどね。やっぱりちょっと近藤選手だったりとか、うまいっすよね、バッティングね。で、その後、火消しで小野投手が出てきて、その次、ハーマン投手が登板したんですけども、宇佐美選手に被弾。唐川投手、東投手は無失点で抑えるも、4点差、ね、追いつけ、追い越せできず、ロッテの負け。ロッテの得点はこちら、4回、最初ね、ジェームス選手の、野村選手の、まあ、すごい、少しちょっと良くないエラーがね、ありまして、それをこう、やっぱり起点にというか、そこから藤岡選手、選べる主催こと藤岡選手が同点タイムリーヒット。ね。で、この同点タイムリーから、いけるかなと思いきや、まあ、その裏、すぐにリードを許すという感じですかね。あとロッテがやっぱチャンスを潰した後に、すぐ失点するというか、まあ、ちょっとなんか、2位なくせに暗黒感漂うというか、ちょっとこの、飽きましたよ、逆ブーストは。この秋からの逆ブースター飽きましたよ。マーティン選手も戻ってきたのに、ね。ちょっと、なかなか、ね。勝ち越し、追加点を許し敗戦ということで、杉浦投手もなんか、岡大海ナイトとかありましたけど、すっかり最近めちゃめちゃ調子いいですし、ちょっと日ハムがいい空気ですね。バーヘイゲン投手も、ね、今日バーヘイゲン投手が、ね、いつか、去年か、去年のまだ無観客試合の時とかに和田康士朗選手がね、2盗塁決めたのがありましたけども、さらにその後、バーヘイゲン投手から変わって、で、さらに3盗塁決めたっていうのもありましたけど、和田康士朗選手がセンター、2番でスタメン出場したんですけども、盗塁失敗だったりとか。バーヘイゲン投手はちょっとなんかクイック上手くなってません？なんかすげえクイックなんか速くなってたなっていう、ちょっとなんかもうなんか投げ方変わるぐらいの感じで上手くなってましたよね。だからまあそんなにね、和田選手を出しておけば盗塁し放題やって、そんな甘くはないなっていうね、宇佐美選手も、もうビタビタのとこ投げてましたし、パ・リーグ TV にも上がってますけども。まあね、そんな甘くないよっていう。そして、首位オリックスは山本由伸投手で勝ちました。ね。ソフトバンクどうしちゃったのよ。ねえ。ホークスどうしちゃったのよ。サンシャイン、信喜さんのね、中野さんの吉本の一個上の先輩のサンシャインというコンビの信喜さんがホークスワッシュチャンネルってやってますけども、ホークスが負けた時の方が一発ギャグがいっぱい出るんで、僕はホークス負けた時の方がワッシュチャンネル楽しみにしてるんですけど、ホークスどうしちゃったのよ、マジで。牧原選手も大丈夫かよっていう感じですけど、首位オリックスと3ゲーム差。きつい。そして3位楽天と1.5ゲーム差。やばいよ。楽天は今日も岸投手がビタビタに投げてました。ね。いやー、やばい。明日は、そして苦手加藤投手。
ロッテは三馬さん、14時から明日は試合がありますけど、いやーちょっとなんとかね、もう勝ち越し決められたけど一戦分かってほしい。三馬さんちょっとよろしくお願いします。加藤投手もね、まあロッテキラーね、今年はちょっとロッテキラーの息を潜めてますけども、なんとかちょっとロッテ今のねちょっと流れが本当に悪いんで、なんとかそれをね明日ちょっと断ち切って切れる、もう切れるって言っちゃった、もうダメや、なんとか流れを断ち切ってくれることを期待して明日もね応援してますんで、どうかよろしくお願いします。ということで、長野のピロリ千葉ロッテマリーズ応援チャンネル、皆さんこれもまた愚痴だけになっちゃうかもしれないんですけど、今日の感想とかぜひつぶやいてもらえたらなと思います。もうユニフォームが落ちましたね、ユニフォームが落ちました。もう演技が悪いです。もうね、よろしければ高評価、そして試合後いつもねこういう動画上げてますんで、チャンネル登録よろしくお願いしますね。ということで、中野ピロイチパートマリンズ応援チャンネルのピロイでした。明日三馬さんよろしくお願いします。バイバイ。